旅行ガイドブック地球の歩き方の北九州市編が昨日発売されました。これまで都道府県などの国内版はありましたが、市単独で取り上げられるのは北九州市が初めてです。今日北九州市の書店を訪れると、見てください、こちら書店の入り口なんですが、地球の歩き方北九州市ずらりと並べられています。国内シリーズとして初めて市に特化した一冊で、北九州の観光ガイドやグルメはもちろん、去年世界に羽ばたいたド派手衣装の雅など、地元の詳しい情報がおよそ400ページにわたって紹介されています。地元おまけに北九州市、福岡ではなくて北九州市っていうのが嬉しいなと思って、帰ってじっくり読もうと思います今一冊買っとけば今後ずっと、ね、子どもたちにもずっと、見せてどういうところかっていうのが教えられると思います、はい、想像以上でしたね。昨日で89冊売れていました。地元の方ももちろん北九州に来られる方に手に取って北九州のことをもっと知ってほしいなと思います。本の顔となる表紙に選ばれたのは、こちら市民の意見を踏まえ選ばれたという表紙のデザインなんですが、まさにここから見える小倉駅の景色そのままです。出版に合わせて小倉駅の階段もご覧のデザインに。これ見ながらちょっと観光したい気分にはなりますね。自分たちでも、自分たちでも知らないものもあると思うので。ただ、僕一人暮らしついちょっと1週間ぐらい前に始めたんです。大分の方からしか知らない。そういう北九州市初心者の方にも分かりやすく北区だけでこんなにあるんです初めてやっぱ北九州来た人にとってもいいんじゃないですか。やっぱ分からないことばっかりだと思うし。こちらのページはこれを食べなきゃ帰れない北九州のローカルグルメ特集。掲載されている店の一つ、錦うどんを訪ねました。お待たせしました、かやくうどんです。ありがとうございます。いや、見てください、あの昆布のものすごくいい香りと、そしてごぼう天にちくわにネギと具もたっぷりです。甘くてまろやかなこの昆布だしに手打ちの柔らかい麺がものすごく絡んで美味しいです。創業から50年以上、今も地元に愛され続けるうどん店です。祖母と祖父が始めたお店なんで、乗るのは率直に嬉しいです。地元の人たちも常連さんとかいっぱい来てくださってるので、変わらず来ていただきたいですし、若い世代とかもいっぱい来てくださったら嬉しいなって思います。一方、今回の出版を心待ちにしていたのが、北九州市在住の牛尾陽一さん、68歳です。市内のさまざまな写真を半世紀にわたって撮り続けていて、今回の一冊には牛尾さんの写真が50枚以上も採用されました。このページ、牛尾さんのお写真はどれですか？これと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 これです。これまでに撮影した小倉城の写真は1万枚。SNS などにアップしていたところ、使わせてほしいと依頼されました。いいものができたなというのが本当の気持ちですよね。で、自慢していいよと。で、これ、市内外で収まったらいかんですよ。もう世界中、これも各国に早く変えてもらって、世界中に本当地球の歩き方なんやで、地球におる人みんなに北九州来てほしいと。地球の歩き方北九州市は全国の書店で2200円で販売されています。観光客にも地元の人にも北九州をもっと深く身近に感じてもらえる
そんな一冊となりそうです。